よし、これでどうだ。うん、間違ってました。プロデューサーさん、お疲れ様です。今日も頑張りますよ。あ、そうだ、演出家さんに今日はお侍さんに持っていくお茶菓子アドリブでいいって言われて。プロデューサーさんはどんなお菓子がいいと思いますか？時代劇っぽいです。お餅が伸びたら見た目も面白いし、スタッフさんに聞いてみますね。